Hello, 輝く星たち。<laughs> えっと、自己解放女性性改革コーチのりんです。今日は、ネガティブになった時に思い出してもらいたいことっていうのを一つ紹介していきます。そしてこのビデオを通して、もやもやだった次元からもっと気が楽になれることを あの、思って、もっとどんどんみんなが幸せな次元に行けることを願って、このビデオを今、こうして、あの、発信しています。Alright!So! これを YouTube で見てる方は、ぜひぜひ、l i フ e とサブスクライブして、私をサポートしてくれると嬉しいです。Hello, さん !Hi! 今、みんなは何を感じていますか書いてみてね。 でね、さあ早速言うね、ネガティブになった時に、まず思い出してもらいたいこと。それは何かっていうと、ネガティブになれる理由っていうのは、自分の中にネガティブのことを信じているから、ネガティブになることを信じているからこそネガティブになれるの。<laughs> どういうことか。えっと、二つの今日の経験についてお話ししていきたいと思います。あのね、 実は先週からちょっとっぽよだったの。で、なぜ私がっぽよだったかっていうと、あのー、ヒロくんじゃないもう一人パートナーがいるの。で、今遠距離をしていて、すごい悲しかったのが、なかなか彼とのコミュニケーションがうまくいかなくて、うまくいかないっていうか、あのー、なんかメールが一日に一回みたくなっちゃって、あー、そうですかみたいな。で、 その時、私は、本当にこの言葉に出会ってたらよかったなと思ったの。このネガティブになってしまう理由は、ネガティブのことを、あの、信じているから。ネガティブ,ネガティブにさせる思い込みがあるから。いや。 で、どういうことかっていうと、今から考えるとね、冷静的になっていれば、彼があんまりメールしないっていうのは最初から私知ってることなの。実は、去年最初彼に出会った時も、初めて出会った時も、彼全然メールしない人だったから、もう、まだ覚えてる。彼出会いました、去年ねこい。この人メールしない人なんだって気づいて、こんな人いらない <laughs> とか思って彼にも直接だしメールで言ったのもうあなたはメールのスタイル私好きじゃないからもう連絡しなくても良いっていうのをね <laughs> 私送ったのちょっと受けないなんかすごいダイレクトだよねだからこそ私の中では彼は全然メールしない人っていうの知ってるのねちなみにそれは去年彼に伝えたら彼はそうなんだ。 っってなってなでも本当はりーのことすごい気になってたんだって。<laughs> それでね、その先週から先週っていうかそのあんまりメッセージが一個になってきて私は彼はメールしない人だって知っているの。ただ私の中では無視されたと思ったらね、無視されているとか私のことを大切にしていないんだ。私のことを思っていないんだって。 で、私にメール、一日に一個だけしかメールしてくれないから、私のことをもう愛していないんだ。っていうのを思い込んでしまったの。っていうのを信じてしまったの。これ共感できる人いる恋愛とか、特に好きな人がいると、もう変な風に思っちゃうって。111って書いて共感できる人。Oh, hello, cosmic matcha! Yes, I'm excited to see you and feel you. Yeah, I wanna feel how you serve your matcha too. u m yeah, そ、so, うだからね。そ、so, うだからもう、その、その、先週からその彼のメールがなかった時に、このネガティブになった時は、ネガティブのこと、ネガティブの思い込みがあるからこそ、どんどんネガティブになってしまうんだ。っていう、このフレーズをまた思い出したかったの。 うん。ちなみにその言葉はシークレットを、シークロ、シークロ、シークレットっていう本知ってる人、映画知ってる人、引き寄せを書いた人だよね。いちいちちって書いて。その人が言っていた、言っていたの。ネガティブになる理由はネガティブの思い込みがあるから。で、ふーんと思ってたのね。で、その言葉を聞いてもそこまで響かなかったの。 だって、一日に一回メールなんて愛してないじゃんどう見て考えてもって、自分のことを正当化していたの。そして、面白いことに今日は、あの、パパとリンだけの時間だったの。で、私のことをフォローしている人がいるのであればしてると思うのね。私とパパの関係、すごい大変だったの、昔は。 本当に彼と同じ空間にいることが苦痛でできなかったの。彼と同じ、車に乗るだけでも常に私はイライラしていたし攻撃的無意識に。パパが何かを言っても全部それを悪い風に捉えてしまって喧嘩を売ってしまう。そんな子だったの私、昔ね。 で、私は自分のことをある意味セルスコー、まあ、ね、セルコーチングの仕方を学んで、いろいろ自分と向き合ってから、向き合ったからこそ、こうして自然と気持ちよくパパと過ごせることができてるのね、今。で、今日、パパと会いました。で、パパと会った時に気づいたことは、昔の私であれば、例えば私がパパに何か言,言います。パパは、 パパの世界にいるから私のことが聞こえないの。またはパパは自分、まあね、自分の世界に入っているから私のこと聞こえないの。で、昔の私であればもうそれだけでも、はぁみたいな。やっぱりこの人は私のこと理解していないとか、やっぱり私は愛されていないとかね、そういう思い込みを信じてしまったと思うの。でも今は、 ね、自分と向き合ってきたからこそ、わー、本当にただ聞こえてないだけで、あの、聞こえてないから私のことを愛していないっていうわけでもなく、私に、私が言ったことに対して、答えてないから私のことを愛していない、ではないんだ、っていうのを今日改めて思ったの。パパはただ一生懸命自分の世界に生きていて、私のことは、ある意味また一見ね、 私の中では彼は無視したって昔の私であれば思ってしまった。無視したっていうか、私が言ったことに対して返事をしなかったっていう事実に対して、昔の私はこれ私のことを愛してくれていないと思ってたと思うの。でも、今日は、あ、ただ、パパは私のことを、あの、私が言ったことに対して、 単純に返事はしていないだ。っていう事実だけを受け取ることができたの。あのー、わかるかなこれ。わかる人、いちいちいちって書いて。で、これって結構私の中で大きかったの。昔の私であれば、そういうパパの一つ一つの行為に対してい、もう囚われていた。痛い。 愛されてないとか逆に攻撃的になっていてなんでそうなのいつもみたいな思ってたと思うので私の中ではこの家族関係とこの恋愛も同じだと思うのねある意味昔パパは私,私が感じてしまったのは私が何か話してもそれを答えてくれないから愛されていないって思ってしまったニコラスも私のことを まあいろいろメールしてもそこまで返事がない。ただそれだけの事実なのに、それは私のことを愛していないんだ。私のことを尊重していないんだ。っていう思い込みにつながってしまって、事実を事実そのように見ることができなかったからこそ、囚われるほどのネガティブになっていたんだ。っていうことに、今日改めて気づいて、みんなもきっとこの話を聞いて、 何か、共感できることがあると思うの。最初に私がこれを聞いたとき、ネガティブになった、なる理由、ネガティブになる理由すべては、思い込み、ネガティブになってしまう思い込みがあるからっていうフレーズ、最初は納得いかなかった。私は最初は腑に落ちなかった。最初はそれを聞いても、 でもみたいな。でもっていう言い訳が出てた。で、今は、でもって言い訳してもいいけれど、言い訳言う方が辛い。言い訳言う方が、どん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 もう頭の中の世界に入って、こう言ってやるああやってやるなんでこう言ったのっていうなんか <laughs>、世界に入っちゃうんだなっていうことに気づきました。 あ,あ、パーティブこんにちは、ありがとう。いちいちちいちって共感してくれて。うん、カーティクマーチャイヤーズ、ネクスレベなので、それをみんなに伝えたかったです。みんなは、このお話を聞いて、何か気づきがあったら、どうその気づきを自分の人生に応用していきたいですか そしてもし人生を華やかな歌に変えていきたいのであれば、普段していない言動を取ら,取らないと変わらないよね。だからこそ明日からどんな志で生きていきたいですか ?Alright!So, 最後まで聞いてくれてありがとう !Thank you so much! <laughs> 私は もっと幸せになっていく、もっと開放的な人生、もっと不安ブロックから解放されていく人生を生きていくためのセルフコーチングメンターシップを今開いています。ちなみにこのね、メンターシップを受けてくれた子、1年前いるのね。で、その子が言っていたのが、もう不安がどんどん消えてったって。しかも1年前の悩み忘れてた。<laughs> それぐらいに、もし学ぶ、プラクティス、講座とメンターシップからの気づきを応用していたら、それぐらいの次元に行けます。その次元に行きたい方は、私に DM してください。このメンターシップをカスタマイズ化してできるので、あなたがやりたい内容について、解決を見つけていきます。Alright! I love you so much! うん、このビデオもぜひよかったらシェアしてください。そしてネガティブになったらそれはネガティブなことも思い、ネガティブの思い込みがあるからだっていうのを今後みんな思い出してください。I love you so much.Thank you. ちなみに私の波動に触れたい人は来週の日曜日ワンデイリトリートがあります。 これはもう自己解放したい人は Come to this place. カカオセレモニー、ハペセレモニー、裸足で大地を踊る、歌うっていうのをガイドありながらやっていきます。恥ずかしい、不安、怖い、または解放していきたいっていう人は This is the place. あんまり日本にはない空間だと思うからそういう異空間経験したい人はぜひ来てください。I'll be waiting for you. 友達と来てくれても嬉しいです。I、oh, love you too!Thank you! <laughs> 嬉しいみんなも今日寝るときは、もう感謝して、これ私の無料の講座でもね、紹介している MLL プラクティスっていうのがあるの。それをして、ぜひぜひ寝てください。私はシャワー入って、今臭いから、脇をちゃんと洗って、あの、シャワー入って、 歯磨きも磨いて、オイルつけて、感謝して、気持ちよく最高な一日を過ごしたありがとう宇宙よっていうのを感じながら今日は寝ます。みんなも最高な夜を過ごして寝てください明日も最高な一日を生きていこうね全部私たちの志で生きれます !See you, I love you!